1979年の広島東洋カープでは、1979年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。このシーズンの広島東洋カープは、小畑健監督の5年目のシーズンである。出展投手陣は、北別府学部、池谷幸二郎、山根和夫、抑えは遺跡2年目の江夏豊、打線は1番に、 俊速の高橋義彦、中軸に山本孝治、絹笠義雄水谷実尾、エードリアンギャレット、ジムライトルと長打力ある選手が揃っており、全評判は高かったが4月7日の開幕戦からいきなり4連敗。その後もなかなか波に乗れず、5月28日の中日戦で極度の不振で打率2割の絹笠を小葉は監督になって初めてスタメンから外し、 前半戦を、首位の中日に3.5ゲーム差のように、後半戦は、小倍枠を思い描く試合ができるようになり、8月17日の、太陽戦に勝って、初めて首位に立つと、そのままトップで、4年ぶり2度目のリーグ優勝と、球団初の日本一に輝いた。この年の日本シリーズ第7戦の9回裏の、攻防は、山際厚氏のノンフィクション小説。 えなつの21球として知られている。3割打者は6月6日から7月31日まで33試合連続安打のプロ野球記録を作った高橋の304だけでチーム打率はリーグ5位の257だったが盗塁数はダントツトップの143で得点もリーグトップの601を記録した。ありがとうございます。